株式会社通園は、京都府宇治市にある茶屋。平治2年創業。京阪宇治線宇治駅前、宇治京都を詰めにある。平治2年創業であり、日本の長寿企業第10位となっている。歴代当主は、橋森として、旅人に茶を提供してきた。現在の建物は、漢文12年に建てられたもの。店舗内正面に、 利休作の鶴瓶や一休お正作の初代通円像が飾られている。狂言、通り園の題材ともなっており、また吉川英治作、宮本武蔵などにも登場する。店内に飾られている千利休の鶴瓶と金の切り物の木箱。2017年6月撮影、平安時代末期の自称4年、平氏打倒のクーデターに加わり、最後は、破れ平等院で自害した。 源の頼政。その家臣の古川右内が、隠居後に通園、正久と名乗り、平治2年に、宇治京都詰めに世を結んだのが始まり。狂言、通り園は、頼政と初代との主従関係を物語ったもので、七代目と信仰があった一級総順が制作した、初代通園木造は、今も店の正面に置かれている。将軍、足利義政の同胞衆とした、 使えた八代目。豊臣秀吉の信任を受けて宇治川から茶の湯用の水を汲み上げた10.11代目。その水汲みに使った千里旧作の鶴瓶が店内にある。宇治川の流れとともに歴史を見てきた漢文12年に建てられた現在の建物も太平洋戦争末期の1945年に戦争による強制たちの起きを迫られたが柱にロープがかけられ、 まさに解体されようとした8月15日に終戦となり、難を逃れた。平成29年現在の当時は24代目、通り窓か祐介。社訓も家訓もなく、時代の流れにも乗らず、当たり前の生活の中で、毎日を迎え、年中無休というスタイルで、朝の真事などを自然に受け継ぐ、当たり前の毎日を引き継いでいきたいと語っている。 昭和初期の通園江戸時代には、出来栽帝土産、洋州不死、都名書杖などの書物に通園が登場する。お茶屋の通園が、宇治橋しくように来た三百人の旅人にお茶を立てまくって死んでしまうという内容の舞狂言。能の頼政のパロディとされている。能の頼政は、持ち人と兵士打倒を企てた、源の頼政のことで、宇治平等院の戦いで、 平野清盛のこの平とももの軍勢に押されて、平等院で内死にした、源頼政が表現されているところ、狂言の通り縁は、源頼政を通縁に、宇治平等院の戦いを宇治橋区ように、平家の軍勢を三百人の旅人に、内死にを、茶の立てしににを置き換えたストーリーとなっている。吉川英治作、宮本武蔵にも登場する。ありがとうございます。